本日はよろしくお願いいたします。はい、もうズバリ東京、東京とホストシティとしてのこの東京、これをですね世界に発信をしていきたいと思います。そしてまた復興なくして東京大会の成功はなし、そしてまたパラリンピックの成功なくして大会の成功はないと、そういう思いで、そしてオリンピック、パラリンピック2年後に備えてしっかりと準備を進めていきたいと思います。ちなみにここにちょっと印鑑みたいなの貼ってみましたけど、これ渋谷のスクランブル交差点なんです。はい、東京これからもアピールしていきたいと思います。楽しみにしてください。小池知事ありがとうございました。ありがとう。こんばんは、私はエリカ・ルセティ市長です。 We share a common geography of the Pacific and we share a common dream of the future between Los Angeles and Tokyo。 私どもは太平洋という地理を共有し、そしてロサンゼルス、東京の間で共通の夢を共有しています。国民全員でメダルを国民全員でメダルを、はいはい、まあ、もちろん競泳は一人で泳ぐ種目ですけど、まあ、他のスポーツとかも、うん、日本国民全員がチーム一丸となってアスリートを応援してみんなで戦えたらいいなと思います。僕は最高の舞台で最高の演技をにしました、うん、まあ、やっぱりオリンピックの舞台は本当に緊張感だったり、まあ、集中力だったりが全然いつもの大会と違って、やっぱり一度味わったから味わったこそがあるこそもう一度立って最高の演技をしたいという舞台だと思います。人生最大の盛り上がりをと、書きました、はい。僕たちの陸上競技は、なんかようやく最近盛り上がってきたかなというところかなと思いますので、まだまだその陸上だけの試合ではこう人を集められなかったりする現状がありますので、2020までにはもう本当に陸上競技だけで人がいっぱいできるぐらい盛り上げられるように、僕たちも皆さんにも一緒に盛り上げていただきたいなという気持ちで書きました。私はより高くと書きました、はい、壁も目標も高く一番高いところに登りたいなという思いで書きました、はい、みんなの東京2020 Two years to go。 巨大提灯、そしてステージ上の Two years to go の提灯、明かりが灯りました。そしてですね、このタイミングで東京スカイツリーもオリンピックカラーに点灯されているんですよ。さらにここ東京スカイツリーだけではなく、日本全国のさまざまなタワーや施設も東京2020オリンピック開催2年前を祝いましてライトアップしてるんです。ちょっと未来とはに